RPG、最後の超大作を歌う、ボンゲーよりな名作、ラディア戦記、黎明編。RTA、始まるよ。まずはオープニングムービーが終わるまで、少々お待ちください。ファミコンなのにオープニング演出が豪華だと思った。それでは、早速始めていきましょう。計測開始地点は、スタートと同時にしました。はい、用意スタート。森林の中で横たわる主人公、どうやら以前の記憶がないようです。目を覚ました直後に、一人の男がやってくる。どうやら盗賊の一味と勘違いされているようですね。あわや、身ぐるみを剥がされ掘られるとこに、モンスターが乱入。というわけで、妖精戦闘からスタートします。本作はかなり珍しい戦闘システムを採用しております。リアルタイムで敵味方ともに動き回り、主人公を上下左右に移動させ、剣で殴りつける。という斬新なものです。詳細な解説はまた後ほど。戦闘が終わるとどうやら誤解が解けたらしく、自己紹介する流れに。主人公には記憶がありませんでしたが、自分が何者であるのかだけははっきりと覚えていたため、俺はホモだと名乗りました。いくら手がないなら俺の村に来いと言ってくれる、性差別をしない魔法使いの鏡。ここから自由行動、ホモとダルスの2人パーティーで始まります。まずはエルファスの村へ向かいます。ここではまだエンカウントはありません。村に着くと、ダルスが世話になっている村長の家へ。どうやらそこに住まわせてもらえるようです。出会ってから数分も経っていないのにこの信用っぷり。2階に案内されると、ベッドで眠るように言われます。ここで一度寝ないとイベントが進行しないので、左の棚のアイテムを盗んでから、ベッドで寝ちゃいましょう。また、本作はセーブをするラグがほとんどないため、寝るたびにこまめにセーブをしていきます。ダルスに起こされると、村長の娘のミーナが、盗賊にさらわれてしまったらしく、居候させてやってるんだから助けに行け、ということで仕方なく助けに行きましょう。さて、ここからやっと自由に歩き回れます。それじゃ早速、家の中を漁ってやりましょう。ここの村の人はいい人ばかりですからね、家の物を持ち出しても怒らないから平気平気。家の奥に回復剣換金アイテムとなる、肉が落ちているので、忘れず回収しておきましょう。物取りを咎めるどころか、やったなと言われるあたり、やっぱり、これは悪事ではないんだよ。他にも道具屋に、布の服などもありましたが、そこまで資金には困らないのでスルーします。本チャートではお金を使う機会なんて3回しかなく、装備購入は2回だけで終わりますからね。さて、今更ですが本チャート RTA の弊害として、ヌード2の日にならないほど、物語とゲームの要素をぶっ飛ばすので、あらかじめご了承ください。また思い出&ゲームブレイカーか壊れるなぁ。本チャートではバグを使用してクリアを行いますが、本作はおそらく出す動画が存在せず、バグでの攻略方法に関しての情報も存在しません。偶然に発見してしまったバグ攻略ルートを使用します。発見したからには RTA 学会に報告せねばと、急ぎ動画投稿をした次第であります。なお、そのバグを使わずにクリアする場合、あと4、5時間クリアタイムが伸びることでしょう。そのバグの解説に関しては、その時が来た時にでも、しばらくは通常プレイと差はないため、
可能な限り、ストーリーの解説と、システムに関しての解説をさせていただきます。そんなこんな言っているうちに、早速レベルが上がりましたね。3匹演歌を狩ればレベル2にはすぐに上がります。経験値は戦闘終了時ではなく、敵を倒した時点で入り、生きているパーティーメンバーに個別に入ります。分配ではないので、仲間を死亡させて経験値を集中させることはできません。経験値6のモンスターを倒せば、倒した仲間だけではなく全員に6振り込まれるので、誰かに経験値を集中させようと苦労することもないので安心。最初はポンポンレベルが上がり、肉も稼げるので、面倒くさいの以外は歩き狩りしていきましょう。また、ドロップに関しては一部以外は確定ドロップします。本作では何も落とさない敵の方が珍しいです。アイテムを落とす敵はお金を落とさなかったりするので、ボロボロと落とすアイテムを換金してお金を稼いだり、拾ったアイテムをその場でむしゃむしゃ食べたり、使ったりしつつ進行していくことになるでしょう。ベルゼント3に着きました。ここから敵の種類が増えますが、今回はエンカウントなしで目的地にたどり着けました。ここは俺らの縄張りだから出て行けだと、悪人どもに人権なんてないんだよ。おう、お前がリーダーか、なんだショタじゃないか。おっと、どうやらプッチンしてしまったようです。だが、このホモも容赦せん。邪魔が入ってしまいましたが、どうやら誘拐騒ぎは誤解だったらしい。申し訳ないが唐突なラブコメの波動は NG。されて行って帰ってきただけとか。とりあえず家に戻って。あ、ビールビール。あ、冷えてるか。大丈夫。疲れて帰ってきたのにお使いとな。受け取りました。これを私に行かねばイベントが進行しないので仕方なく届けに行きます。自主かおうさっさとこの、受け取るんだよ。これでお使い終了です。今度こそベッドで寝ましょう。あ、ビールビール。あ、冷えてるか。大丈夫。冷えてます。男二人で一つのベッドに向かう。あ、一緒に寝ていたはずのダルスがいませんね。どこへ行ったのかな。屋上かな。男二人が夜風に当たる姿って、なんか芸術的。何やら語り合っていると、ベルゼント山に何かが落ちるのを目撃する。正体を確かめるため、二人は真夜中ですが山へ向かうことに。ちなみに、先ほどのベランダでの会話を要約すると、ダルスの祖国はノバという男に支配され、親は殺され妹は蒸発した。その復讐を果たすために、旅をしているとのこと。本作のストーリーは少しずつ紐解いていく都合上、この時点では何が起きているかはさっぱりわかりません。間違えて町に戻った。RTA だと本当に何が起きているかわからなくなるので、ざっくり現状を説明しますと、レムリアルというこの世界は、ガディスという男が支配しようとしており、世界を支配するには封印された聖域の力が必要。その封印を解く鍵となる各地の宝を手に入れようと、市民を騙したり、武力制圧したりと、悪事の限りを働いている。ってのが現状かな？間違ってたらセンテンシャル、ウィキペディアさんの情報すらないので、私の単細胞では要約しきれていないかもです。そして、戦闘に入ったため、ついでに戦闘に関しての解説を、主人公以外の仲間は操作はできないのですが、メニューの、全体化、個別という欄から、戦え、集まれ、死にまね、という指示を出すことができます。戦
彼を選ぶと AI が自己判断で移動と攻撃を行い、集まれは指定したマスに仲間を移動させることができます。死にまねは弱みに逃げるに該当するのですが、これは戦争開始時に一度だけ有効な行動です。開始時に死にまねを選び戦闘を回避できなかった場合以降、何度死にまねを選んでも絶対に戦闘から逃れることはできないのです。なので逃げた後も逃げれないケースが多々あるため、うまく逃げれるかどうかでかなりタイムが変わってしまうことでしょう。あと仲間に出せる指示で特技があるのですが、これの解説はまた後ほど。レベル上がったし面倒なので死にまねだ。これが死にまね。要は死んだふりをして敵をやり過ごすという荒技。死んだふりなので一度でも動いてしまうと以降は通じないってことなんでしょうね。おっと、ここらで最低の演歌ハチが出ちゃいましたね。面倒なので死にまね。本作の飛んでいる敵は例外なくクズモンスターです。可能な限り戦闘は避けたいですね。あら、先ほど落下したのはどうやら飛空艇だったようですね。飛空艇の中には毛がない女の子が気を失っているようなのでお持ち帰りすることに。本当か。この女はどこぞの王女らしく、村で保護したことをゼノビアという町まで知らせに行くことに。これはいい拾い物をした。じゃ権利の代金をがっぽり要求してやりましょうね。お小遣いの 500G をもらいました。これは次の町でグブを揃えるのに必要なので無駄遣いしてはいけません。村を出ようとすると鍛冶師のニュータがってスキルソードをもらいます。錆びた剣を預けたのは鍛え直すためだったようです。これで少し火力が上がりますね。なおステータスにはステア、デフ、ラップ、AGL があり、ステアはそのまま武器の威力、デフは防御力で、ラップは素早さ、戦闘中の移動速度、AGL は身軽さ、多分ノックバックに影響します。 AGL が低いと吹き飛ばされる攻撃時間が伸びるっぽい。ダルスは魔法使いですが、こいつの攻撃力も STR 依存。魔法用のステータスは存在しません。また本作はレベルによるステータス上昇の恩恵が大きいため、レベル上げはしっかりやっていきましょう。体力も一つレベルが上がるだけで結構伸びてくれますからね。そしてかなり特殊なのですが、最大体力イコール魔法のクールダウンにつながっております。体力バーの横にある点線は特技のクールダウン時間を表しており、一度特技を使うと最後ゲージが溜まるまで特技を使用することはできません。同じ魔法が、ではなく、特技自体が使えません。聖剣伝説のように、魔法を連打できれば、快適なゲームだったんだけどなぁ。このあれからは敵が一段階強くなります。見逃してもらえるようしっかりお祈りしましょう。しかし、ベルゼンド山洞窟には貴重なアイテムがあるので、しっかり回収していきましょう。無視してしまうとお金が足りなくなったり、タイムが数十分は伸びることになります。薬草を入手。 HP50 固定回復なので、この時点では1個で全回復できますね。このフロアに入ってすぐ右端には巻物があります。必ず回収しましょう。この巻物がないと特技を使用できませんからね。早速ダルスに巻物を使い、1番目の魔法を解除します。これでやっとダルスの特技が使えるように。で、解説の途中なのに洞窟煙火に捕まってしまいましたね。このカタツムリは硬くて痛い、そして美味しくもないです。可能な限り戦闘を避けたかったのですが、残念ながらコースに対しての死にまね成功率は5割切ってます。おそらくレベル依存でもなく、クリーチャーごとに成功率があるので、滅多に逃げが成功しない煙火もあります。ただ逃走不可はないのかな。どんな相手でも低確率で死にまねに成功するので、どうせ無理だと諦めず死にまねを試みるのが肝要です。どんな凶悪なクリーチャーでもたまには出れてくれますからね。少し被弾しすぎたので回復。獲物の肉を使ったので、アイテムに関してちょっと解説を。本作はアイテムのスタックもちょっと特殊です。薬草、ポーション、毒消し、しびれ止め、目覚めのプリン、つけ薬の薬系は9個までスタックされ、肉、牙、骨という獲物に属するアイテムは99個までスタックされます。
また、獲物系アイテムは戦闘終了時には個数同期がありませんか。倒した相手によっては複数個落としてくれたりします。強敵は1回の戦闘で20個も肉を落としたりね。獲物は簡単にカンストするので、こまめに食べて回復したり、お店で売ってお金にします。このフロアには宝箱3個あり、790G、骨3個と薬草があります。永遠洞窟へ。あかん、痛い痛い。手段はゴリ押し持ちにくいですね。この洞窟の宝箱を回収せれば、次の町で装備を揃えられず、装備更新なしでは、あそこのエリアがメガッサきついからね。レベル5もあれば楽だったんですけどね。アルキカリではレベル4も怪しいのできついのなんの。それに経験値稼ぎをしていると肉も溜まるので、回復もあまり困らなくなります。最序盤ならばスライムとヘビーを相手に稼ぐのが、一番楽で早いでしょう。なんやかんや戦闘2回で洞窟を抜けれましたね。かなり出れましたが、その分レベルも上がっていないので、次がちょっと怖いです。また君ら噛み合ったな。同じ敵を垂れ流しても見どころはないので、以降、倍速していきます。戦闘以外でも、同じ道の行き来も何度もあるため、そういった場面も容赦なく倍速していきます。ご了承くださいませ。左にちらと見えておりますが、あっちの道はヒルコという生物が塞いでおり、今は進めません。あの向こうにはフバートという町があり、そこに目的の場所があるのですが、そこに行くにはもうちょっとイベントを進めないといけないんですよね。では、ゼノビアへ。ここは木の精霊の町、ゼノビア。ここではまず家を荒らします。 RPG なんだからそれぐらい。次の買い物までは結構カツカツだからね。これは必要なことだったんだよ。さ、次やりましょう。今度は武器屋だ。次で手に入るアイテムはかなり重要。表口ではなく、裏口から侵入。これはなんだ。ショートモニケットして押収するからな。ふぬけの粉とドンガメの足を入手。壺も入手。ふぬけの粉は敵全体に攻防を大幅に下げる効果。ドンカメの足は敵全体に移動速度を大幅低下。睡魔の壺は敵全体睡眠効果。攻撃するまで敵が動かなくなるぞ。おう、親父。まずはこの切った名装備を買い取ってくれ。ついでにさっき拾ったドンガメの足もだ。375G で売れるので転売もやむなし。そして、装備を一新。絹のローブが 1000G と無駄に高い。これで準備は完了。じゃ、イベントを進めてしまいましょう。ビールビール、あ、冷えてるか。泊まりに来た客に脈絡もなく事情を話し始め、助けを求める受付のクズ。要約すると、この村は公爵の命令でいやいや伐採をしており、仕事を辞めたいとお願いしに行った、ラルフなる人物が帰ってこないので、代わりに助けてこいと言われました。人にお願いするんなら、それなりの態度が必要だよな。せい見せろっちゅうせいよ。まあまあええわ。情けは人のためならず、巡り巡って己がため、って言うしね。いや、ほら、野戦中に受付の女が邪魔してきました。どうやらついてきてほしいようです。一体何が始まるんです。先輩、何してんすか。食べたまずいな。どうやら木の精霊たちは森を守るために自らを犠牲にして自然を保っているようです。許せねえ、ユグドラシル。ここの北に隠し通路があるから、そこから潜入しろとのこと。ちなみにこの場所はイベント前に訪れても、道が塞がっているため、イベントカットはできません。この秘密の通路を抜けるとネクロード城へ潜入できます。あ、最悪な位置でコウモリに変化したー。
本作の不幸タイプのモンスターがすべからクズな理由は、こいつら地形を無視して射程外に逃げていくんだよガーン。主人公には遠距離攻撃手段がないので、壁向こうに行かれると遠距離攻撃できる仲間が攻撃してくるのを待つか、外に出てくるのを待つしかないんだよ。なお、仲間の攻撃頻度はかなり低いです。なので、飛行系との演歌はひたすらロスになります。やったぜ。その調子で、その調子でおなしゃす。なんだカタツムリか、コウモリよりはマシだな。でも時間がかかるのでやっぱり NG。 こんなやつは4倍速で十分なんだよ、上等だルルを。そして2個目の巻物入手。しかしこれはダルスには使いません。無事地下室に侵入。ここは塩化はないので肉だけ回収しちゃいましょう。さあ、ここからが本番。ネクロード城内の敵はかなり強いです。まずは、左の部屋に見えていた宝箱、ゲーピンクのハンダマスク。許された。ここの敵はどいつもこいつも強敵で、しかも死に真似成功率もかなり低いです。この部屋にはトラベルベルがあります。これは、ダンジョンから脱出できるアイテムなのですが、ここはエンカウントが怖いので、できればカットしたいとこでしたが、拾わないと、この強塩化ゾーンの城から徒歩で帰らねばならず、村レベルを買うお金も用意できませんでした。ここの敵は、この青い兵士が唯一逃げやすい塩化のはずでしたが、戦闘になってますね。こいつらの攻撃は痛く、ダルスを自由に歩かせると邪魔になるので、集まれで待機させ、カッコ撃破します。一点。一発で5分の1は食らいましたね。こいつらは武器を持っている分射程が長く、タフで痛く、ダルスの役に立ちません。また、ネクロード城の推奨レベルは、おそらく5から6です。なので戦闘になると倒すのにも時間がかかり、体力もガリガリ削られていきます。ここでの逃げ運で、かなりタイムに差が出ることでしょう。戦闘の流れはかなりスローリーですからね。2回以降の歩きも倍速していくとございます。びっくり箱入手。敵全体にマス効果を与えるアイテムです。そしてポーションの入手。体力100回復するアイテム。薬草とポーションが共存する世界って、何気に珍しいですよね。また出たなこの野郎。スネークがグッズ塩化で出しましたが、3月以降は塩カウントで出現する敵の数も増えてきます。これはさすがに薬草を使わないと危ないですね。このピンクの殴りは兵士の剣よりも痛いので、なるべく塩カウントしてほしくないです。やったぜ。調査やテストランでは、このピンクから1回も逃げれなかったのに、なんという強行。逆に8割以上逃げれた青兵士演歌が、なんで逃げれないんだろうなぁ。まあ、強いピンクやらと戦うことになるよりはマシなんですけどね。こういう演歌に比べればね。足の速い赤兵士とピンクの服の組み合わせは、ここらで最強演歌じゃねえか。いやー、実質4対1なのが辛い辛い。微妙な減りなので、薬草ではなく肉で回復。もうお腹いっぱい。だから、なんでもっとも逃げれるはずの演歌で失敗するんだ。この後、あと1戦絡まれました、ね。このフロアには牢獄があり、そこに捕まっているラルフがいるはずです。おい、忍者！
は随分広いし良い部屋だな。やっとこさラルフを見つけたと思うきや、それは人形で、どうやらサームという現実師に計られたようです。奴はサマラの国のもので、伯爵がおかしくなり、魔法の森の木々を伐採していたのと関係があるようです。おとなしく牢屋のベッドで寝ていると、なんと、いつぞやの盗賊の頭、バルーが投げ込まれました。ここで伐採された木がフバートという町に運び込まれているらしく、おかしいと思い探りを入れに来たら捕まったそうです。そして、盗賊の特技である鍵開けでここから出してくれるとのこと。というわけで、ここから3人パーティーになります。バルーはブーメランによる遠距離攻撃を使い、ダルスと違って無闇に敵には近づかず、一定距離を保って攻撃をしてくれます。この AI 挙動のおかげで、仲間で一番頼りになりますね。ここまで来れば、ネクロード城突破はもうすぐです。なんやかんや、ネクロード城突破までの円化率は、かなり出れた方だと思います。ダルス発見伝。任務達成です。では、あとはラルフが脱出するためにおとりになりましょう。では、帰るぞ。になんてなるわけないだろバーカバ。ほぼ普通プレイの解説動画になってしまいましたが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ここまでは普通の RPG だったゲームの RTA 第2部始まるよ。前回無事にネクロード城からラルフを救出したため、宿に戻り報告してきましょう。こちとら命を張って助けたんじゃ、それなりの報酬はもらえるんだろうな。もう戻ってる？まさかお前もベルを持っていたのか。公爵も偽物だったねー。とくだらない話をしていると、村から、以前悪の騎士団が村に来て、姫を探してたという情報を入手できます。騎士団は西の草原に向かったとのこと、しかしその道は流氷が塞いでいたのですが、ラルフが精霊たちを説得して通れるようにしてくれるそうです。これで草原エリアが解放され、フバートへの道が開けました。ところで、ラルフ救出のお礼とかいただいていないのですが、なんで無償で人助けなんてしなきゃいけないのだ。情けは己の利益のためじゃなかったんですか。やだ、もう二度と人助けなんてしてあげないんだからね。さて、流氷が塞いでいた道を抜けると、セルフローネ草原に出ます。ここらの敵はネクロード城の円下よりは優しいです。ただし、ほぼ必ず4、5体で脇時間がかかるので、できる限り無視していきたいです。牙という獲物アイテムをドロップしますが、これは敵単体を毒状態にするアイテムです。ボス以外ならば、牙を使いに軍を放置すれば、勝手に死んでくれます。つまりいりません。1個 60G で売れるのでお金にしちゃいましょう。円下早いって。しかも驚いたせいで、間違えて戦うエランダー。本作のエンカウントはかなり良心的で、ごく一部のフロア以外は、1から3歩歩いただけでインカ連打されることはめったにないです。かなりサクサク歩けます。基本的には逃げやすいですしね。セルフローネ草原の敵なんて、死ぬまで成功率は、体感7割ぐらいあったんだけどなー。カメやハエ相手なら霊1回だけの戦闘で抜けれたことも結構あったんですけどね。この先の橋を渡ろうとすると、後ろから追ってた、前からは甲冑を着たおっさんが、どうやら前から来たおっさんは助けてくれたようです。彼はハーマン、探していたアーク騎士団のものでした。姫を保護しているエルファスの村まで戻ることに。一国の王女を助けたんだから、今度こそそれなりの報酬をもらえるんですよね。ね。というわけで、ここからハーマンが加入します。男4人になったパーティーは、ついに危険な領域へと突入する。なお、エルファス村へは徒歩で戻らねばならないので、8倍速でお送りいたします。
町と町を行き来する場面がちょくちょくあるので、ルーラ的なアイテムがあればもっと快適なゲームだったんですけどね。洞窟などの一部フロアにはこのような穴があり、通ることができなかったのですが、大地の魔法を扱えるハーマンがいると、通ることができるようになります。これで、ベルゼンド山洞窟のショートカットが開けましたので、以降行き来が少し楽になります。少し。もっと大胆なショートカットが欲しかったです。エンカウンクッソ出れた。では、姫のいる村長の家へ向かいましょう。どうしてこれだ脈絡もなく突如出現している城、ここにはまだ入れないので無視して村長の家へ向かいましょう。おう、国の物を連れてきてやったぞ。身の代金を用意するんだよ悪城よ。何やら言っておりますが、要約すると義理の兄が謀反を起こして国を乗っ取り、聖域の力を使い世界を支配しようとしているらしいです。なぜか突如出現したエルファス城へ案内され、レフィス姫からホモとはアークの言葉で光を司る者という意味だと言われます。ホモは希望の光だった可能性がビレソン。バルーンに呼び出され、やはり木が運ばれていたフバートのことが気になると、ハーマンも現れ、姫はこの城でかくまい仲間が守るのでホモたちと一緒に行動するとのこと。ではハーマンも正式加入したところでフバートへ向かいましょう。またセルフローネ草原まで徒歩で行かなきゃならないのはすごく面倒くさいです。ん、何か忘れているような。城内の巻物を拾ってないやんけ。あれがないと RTA が崩壊しちゃうだるお。3個目の巻物入手。これはハーマンに使います。これでダルス、ハーマン、バルーの1つ目の攻撃魔法を解放できました。ただしバルーだけはまだレベルが足りず、1個目の魔法を覚えてもまだ使うことはできません。本作の魔法はスタック制であり、最大で使える回数が決まっています。たとえ巻物を使い、魔法を解放させても、レベルが足りないとそもそも使うことができません。魔法の使用回数はベッドで寝るか、エリクサーなどのアイテムでなければ回復しないので、1から2000でスタックがなくなるので、あんまり役に立ちません。そして、魔法だけではなくアイテムも、なのですが、ボス戦で使うことができません。これが本作をボンゲーたらしめている要因で、ボスには攻撃魔法、状態異常は無効、雑魚戦に使うには使用回数が少なすぎる上に、そもそも威力が低く、おそらく威力も固定。どんなにレベルが上がっても、魔法で敵を一撃で掃討なんてできません。なので、最後までレベルを上げて物理で殴るゲームです。この特技周りのシステムが、もう少しだけ調整されていれば、音源ではなく歓迎となっていたことでしょう。惜しいの。本当に惜しいの。そして、5から6割逃げれるはずの草原では、ぐっと絡まれました。5分かかりましたが、ハーマンと出会った場所まで戻ってこれました。看板の先、左がフバートへの道なのですが、ちょっと寄り道。だから出てくるなって、言ってんじゃねえか。ここの穴の先には道具屋があり、ベッドまであります。ちょっとお金が必要だったので、もしこの時点で 5900G ない場合、金策する必要があったのですが、かなり絡まれたため、1280G も余裕ができました。お金の心配はないので、さっさとフバート向かいましょう。
て、看板が見えるエリア限定では必要演歌、グリーンピースだ。今回は見逃してもらえましたが、あの緑豆はネクロード城の敵よりも痛いです。この武勇で高知にはラスダンで必須となる、骨を落とす敵がエンカウントします。骨は、獲物枠のアイテムで、死に真似で戦闘を回避できなかった場合、この骨を使うことで戦闘を回避できるのです。失敗することもあるのですが、成功率は体感7割ぐらいあり、チャコならどんなやつでも有効なので、ラスダンを低レベルで抜ける本チャートでは、この骨がないとやってられません。だから、この茶色のアルマジロが骨を落としてき、こいつとの遠隔も生んで、クリアタイムが数分差が出てしまうことでしょう。なお、パーティーが4人になり、投下力が上がり、電熱速度が上がったかと思いきや、仲間とぶつかる仕様により、仲間が細い道に詰まると殴りに行けず、むしろ時間がかかるケースもよくあります。なので、一箇所に敵が固まって出現した場合は、仲間は待機させ、ホモだけで殲滅した方が早いです。巻物4個目入手。本チャートで手に入る巻物はこれで最後です。これもまだ使わず取っておきましょう。あと1人増えますからね。先の戦闘に関しての解説の続きですが、このように敵が分断して出現した場合のみ、仲間に行動させ、倒させた方が幾分早いでしょう。ただし、攻撃頻度が低くあまり当てにできないので、強敵相手の場合は戦わせず、安全な位置で待機させましょう。1匹相手に3人がかりでもボッコボコにやられたりするので。何やら魔法使いがボコられてますね。なんだかわからんがやろうってのか。というわけで、突然のイベント戦。しかし、こいつらは野良演歌よりも数倍弱いです。なので、こいつらに。何も言うことはない。どうやらこいつはサマラの魔導士らしいが、ノバという男のやり方に我慢できず逃げてきたとのこと。一緒についていきたいと、無理やりパーティーメンバーになります。このパーティーに空気を読まず加入してくるメスガキがこの野郎。しかし、これでやっとフルの5人パーティーとなりました。5人っていうのは RPG でも珍しいですね。こいつが思えるヒールズという魔法は、仲間全体全回復でそれなりに使えるので、最後の巻物を使ってあげましょう。と言っても、ダルスも2番目にヒールズを覚えるので、別にこいつがいなくても全く問題はないんですけどね。4番目にレッペルという敵全体即死という、凶悪な魔法を覚えますが、そんなに巻物も回収できませんし、本当にいらない子でした。このフロアを抜ければフバートです。ここにはやたらと強い牛が湧きます。そいつを倒すと低確率で防具パーツを落としますぞ。メインや専用防具とは別に装備でき、しかも全員が装備可能。やり込みたい方は粘ってみるといいでしょう。さて、フバートへたどり着けました。それでは早速装備を一新します。おう、ここは道具屋じゃねえか。用事があるのはこの隣の武器屋なんだよ。さて、それではハーマン以外の武具を揃えます。これが君たちが買ってもらえる最後の武具だから、大事にしろよな。装備更新による捨て上昇はビビたるものですが、少しでも火力と生存率を上げておきたいですからね。オッケー、準備完了。あとは武器屋の上の家からガドラのトゲを回収しときます。これは敵単体即死なので、回収しといて損はないでしょう。おっと、戻りの途中に牛と喧嘩してしまいましたね。もしこいつが、ガドラの腰当てを落としてくれればありがたいのですが。じゃまだお前ら、どっか端っこ行ってろ。ハーマンが食らったダメージでわかるように、こいつから2発攻撃を食らうと落ちるので、慎重に戦いましょう。
し終わり。ガンドの腰当て。お願いします。残念でした。クッソロ吸っただけでしたね。戻りは骨を回収しつつ、木棒16本。できれば20本ぐらいは欲しかったんですが、この稼ぎ狩りもかなりのロスになるので、削りました。ここの骨稼ぎと、実際にラスガンで使う場合のリセ判断に関しては、もう少し調査を詰めた方がいい気がしますね。さて、目的地点まで来たので、ここで骨稼ぎを開始します。なお、邪魔な緑カタツムリもあまり湧かず、円滑も運が良かったので4分で稼ぎが終わりました。また、一応回復はしましたが、別にこの狩り中に仲間が死んでも気にしないで大丈夫です。たとえ戦闘中に仲間が倒れても、戦闘終了すると低位置で起き上がります。ただし、ホモだけは倒れるとセーブしたとこまで戻されるので、それだけは注意しましょう。OK? 最後のアルマジロ狩り完了。骨16本あるね。それじゃ、セルフローネ草原へ戻りましょう。じゃ、あれをするために、一度ベッドが置いてある道具屋へ。面倒くさい。どうせベッドも近いし魔法を連打してやる。これが本作の魔法。敵全体に固定ダメを与えるらしく、一度発動するとゲージが灰色になり、再度ゲージが溜まるまで特技を使えない。そして、発動後に謎のラグがあり、画面に戻るまでちょっと時間がかかります。演歌早いって、もういいって。レベルも上がったけど、もう誤差なんだよな。では、ベッドで回復とセーブをして、今のうちに、薬草と付け薬を買い込んでおきましょう。個数は最大9個まで持てるので、適当に最大数買います。付け薬は最大まで買えなくても気にしなくていいです。そして今から、クリアレベルまで経験値稼ぎを行います。このレマ砂漠にはスコノトリは、ラスダン以上の経験値を持っています。ラスダン付近の敵が経験値90、100ちょっと、それに対してこの鳥はエップ125も落とします。本作は取得できる経験値は固定らしく、どんなにレベルに差があっても固定。なので経験値を稼ぐならば、すぐ横にベッドがある、このレマ砂漠で稼ぐのが多分一番早いです。この鳥の攻撃は痛く、一撃で8割ほどのダメージを受けるので、殴りで倒すのは困難なのですが。このように、魔法4発当てると一掃できます。で、1戦終えたらベッドに戻り回復。そしてすぐに戻り再戦。これをレグ13まで続けます。時間にして40分間。この作業を続けるので、上映会をしようかと思いましたが、各キャラと魔法に関しての解説などを行うことにしました。主人公は魔法を使えないため、抜かして、まずはサリアから、ネタバレになってしまうのですが、サリアは途中離脱してしまう都合上、中盤で加入するミデアと同じ特技とステータスになります。なのでひとまとめに、1個目にはヒールズを覚え、これは味方全体回復。これはもう説明しましたね。2個目はエスケープ、これはトラベルベルと同じ効果。ダンジョンから脱出用の魔法ですね。これが街へ飛べる魔法だったら、本当に助かったんですけどね。3番目で初めて攻撃系のルピアスを覚えます。これは、敵全体に光属性の大ダメージ。そして最後に敵全体の即死、デスペル。3と4番目の魔法は最大回数が少なく受けても2発。最大レベルの30までいけば、ヒールズ7回、エスケプ10回、ルピアス6回、デスペル4回まで使えるようになります。しかし、本チャートでは回復要因にしかなりません。また AI の行動パターンの謎で、敵に隣接するもぐるぐる回ったり、攻撃頻度もかなり低く邪魔でしかありません。総合すると、いらない、です。回復もダルスがいれば十分なんだよ。続いて万能型魔導士、ダルス。最序盤に仲間になり最後までお世話になります。1番目に全体炎属性の小ダメージを与えるエンカルを覚え、ルズ8には2発打てるようになるので、このレマ砂漠狩りで役立ってくれます。
2番目にはヒールズ、ミドアタキと比べると、打てる回数は最大でも5回と少ないのですが、全体全回復なので、2回も使えれば十分です。どうせ肉をかじってこまめに回復できますし、おっし。3番目に、クソ魔法、スワフラ。これはダルスと主人公の位置を入れ替えるのですが、こんな補助魔法を覚えなくていいから、使う場面も少ないのに、最大14回も使えるようになります。最後に、敵全体雷の大ダメージを与えるライダー。最大5回まで打てるようになります。AI の想像は遠距離攻撃できるはずなのに、なぜか敵と隣接しようとするのが厄介ですが、女どもよりは数倍使えます。想像すると、悪くはないけど良くもない、です。もう少しだけ AI の行動が改善され、魔導士らしく、攻撃魔法をガンガン使えればよかったんですけどねー。まあそれでも、このレマサばっかりをするためには必須なんですけどね。さて、次にハーマンの紹介に入りたかったのですが、バグを使う前に、バグに襲われました。このゲームの致命的なバグを3つほど確認しました。そのうちの1つが、全く条件がわからないもので、ご覧のように、なぜかマップ間移動ができなくなるんだよ。発生条件もわからず、一度この状態になると、もうリセット以外では解決できません。これのせいで、ベッドに入るごとにセーブする必要がありました。次に行動不能かバグ。これは再現するのは簡単で、こちらの攻撃タイミングと敵の攻撃タイミングが被り、攻撃モーションと吹き飛ばされる処理が重なると発生し、この状態に陥ると、主人公が一切移動や攻撃ができなくなるのです。こうなるともう、殺されるのを待つしかなく、再現率も低くはないのでセーブは必須だぞ。3つ目のバグは意図して使おうとしないと発生せず、それはまた今度解説いたします。では、キャラ紹介に戻りましょう。アーク騎士団のハーマン。脳筋と思いきや大地の魔法を使いこなす突進野郎。1番目に敵全体に第一属性小ダメージを与えるガンボル。2番目に同じく全体第一で中ダメージを与えるガシール。3番目にガシールと全く同じボスが。最後に同じく全体第一の大ダメージを与えるマグニド。と、魔導士もびっくりな攻撃魔法の盛りだくさん。しかも、使える回数もダルスと同じ。ガンボルは8回、ガシール5回、ボスバ4回、マグニド5回と攻撃魔法が多い分、ダルスよりも魔法使いをしているします。しかし、AI パターンにかなり難があり、敵の群れに突っ込み、近接を仕掛けるため、かなり被弾しやすく、指示を出して位置の調整をしないと、囲まれて袋叩きにされることでしょう。仲間で唯一の近接キャラなのに、特別硬かったり体力が多かったりするわけでもないという、最終ゴールも主人公と比べると数値が10近く低いって、どういうことだってばよ。想像すると、魔導士にジョブチェンジして、どうぞ、です。RTA で割れまさばっかりをする際、最初から魔法を2発打てるのが大きいので必須ですけどね。と、次にバルーンの解説をしたかったですが、もうそろそろ目標レベルに到達します。たった40戦だから早かったねー。これでクリアレベル到達だと思えばね。レベル確認、問題なし。体力も一気に増えましたね。では、エルファス城に戻るので、その間にバルーの紹介を。最後に、最も役に立つ盗賊頭のバルーン。駆け足で行きますぞ。1番目に敵全体風属性小ダメージを与えるカスパー。2番目にカスパーと全く同じ性能のバキム。3番目に敵全体麻痺のパミマム。最後に風大ダメージのスパハリ。魔法の使用回数は少なめなものの、攻撃、全体麻痺と、優秀なものを覚え。AI パターンは常に一定の距離を取りつつブーメランで殴る。唯一きっちり距離を取ってくれるため被弾しにくく、攻撃頻度も悪くないです。想像すると、優秀。加えて差し上げろ。です。そもそも、魔法自体が回数増えるのが遅すぎて、誰が何を覚えようが使う機会があまりないです。属性も多分意味ないです。レベル上がっても威力上がらないですし、おっし。では、ミュータの家で保険セーブをしてっと。準備OK?
俺は発見したバグを使い世界史。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ラジア戦記黎明編 RTA 最後の部始まるよ。では今から散々もったいぶったバグ技を使います。やった、一発成功。お邪魔するわよ。バグを利用するとそこはガス弾一つ手前のエルパス城秘密の地下ルートでした。一体何をしたのか解説しますと、エルパス城前の橋、赤く丸をした地点に振り込んだ際に B ボタンを連打してメニューを出現させると、画面遷移する処理がキャンセルされ、立つことができない壁のマスの上で待機でき、この状態で再度同じマスに入り込もうとすると画面が遷移する先のマップ ID にズレが生じて、本来ならエルパス村に行くはずが読み込み先が変わり秘密の地下通路に出るのです。詳しく説明すると、ちょっと複雑になってしまうので、一定のポイントでこのバグを使うと、本来とは違う場所にワープする、と思っておいてください。ちなみに、このバグ技はどこでも使えるわけではなく、大抵は同じフロアに遷移するか、ご覧のような状態になります。こうなるとリセットするしかないので、ご注意ください。また、正常なエリアにワープできたとしても、入ってきた入り口にもう一度踏み込んでも同じ症状になります。戻れたり、正常な遷移先に飛ぶ方が珍しいので、基本は先に進むしかありません。さてと、ではゲームの解説に戻りましょう。この秘密の通路はラス弾前なだけあり、敵が滅法強いです。しかし、途中の宝箱は最高峰のブグなので、必ず拾いましょう。殴られるとグッと消耗するので、できれば骨を使い逃げたいのですが、ラス弾を抜けるのに使うので、こんなとこで無駄遣いしたくないんですよね。ドラグーンソード入手。これはハーマン最強装備、一気に攻撃力35アップ。ラス弾と手前のここで、最強装備が拾えるのは、かなり良心的だと思います。これは気迫と最上炎か、忍者と兵士の組み合わせ。これはさすがに骨を使わねば。よかった、一発で逃げてくれた。運が悪いと3本投げても逃げてくれないんですよね。この骨運が悪いと、ラス弾が抜けれるかが怪しくなるよ。くっそー、宝箱目の前だってのに。骨を使うか。いや。ここは戦って潰そう。魔法連打すれば多少は安全に倒せるはず。やはり三発じゃ足りぬか。でも削れてはいるはず。何発か殴れば。あ、ちょ、ダルス、バカお前。ダルスお前さ、言わな、書かなかった、パスなんて。まあ、そもそもちゃんと回復しておくべきでしたね。ミリアをつつけ役でさっさと起こして、ヒールズを使うべきでした。ゼルバグも成功率低いんだから、もっと慎重に進もう、な。そして、今回は消耗はしたものの、あまり絡まれずに宝箱にたどり着けました。ホーリーオーブ入手。これがあれば、わざわざサリアを起こさないでも全体回復ができるよ。ここから先はもう弱炎化はありません。あとは階段を登っていくだけなので、ちょっと倍速。命の玉入手。これで仲間全体体力と魔法回数を回復できるよ。あ、あそこに倒れてるのはレフィス姫、だがそんなの。知らん！おう、お前が全ての元凶がビスだな。このホモが成敗してくれる。正義の刃、覚悟しろ。
というわけで、敵の親玉、すべての元凶である、ガフィス戦です。定期的に全体攻撃の炎症魔法を使ってくるので、殴ってキャンセルさせましょう。しかし、接近するとハーマンのように吹っ飛ばされ、何かにぶつかるまで動けなくなります。正規には跳ねパターンがあるのですが、全く思い通りにいっておりません。ガフィスを右端に寄せないと、こいつの突破はできないのに。ほっほっ、リーフ、その調子で右端へ行け。すでに死に優位だが、復活はできるし全体回復も可能。さあちょっと、ガフィスさん、もう少し上に行ってください。あとバルーンも危ないからここに移動しろ。ついでに回復しとかないと。今のうちに肉をかじって、と。ああ、そっちじゃない。そうそう、そのまま右端に。あ、まずい全体魔法炎症始めた。バルーンさん、止めて、止めて。ふん、危なかった。やっぱりバルーンさんは優秀やで。大変だ、バルーンが殺されちゃった。この人手なし。電熱でおとりがいないのはさすがにまずい。1回電源を起こして、ヒーローを使って体勢を立て直さねば。オッケー、これでひとまずしのげる。あとは右端に行ってくれるかどうか。お、いい感じに肉壁どもが道を塞いで誘導している。その調子、その調子でおなしゃす。よし、だ、パターンいった。これで勝つる。よし、帰った。これが低レベルでのガフィス攻略戦で編み出したハメ。右端に押し込み、ガフィスと半の距離を取り、ちょうど中間あたりに立つと、なぜか吹っ飛ばす攻撃をせず、こちらにも寄らず、一方的にフルボッコにできるのです。もうあとは殴り続けるだけです。よっしゃ、とどめぜい。ねえ、どんな気持ち？悪の親玉なのに、はめられて、ねえ、どんな気持ち？何やら話していますが、物語を8割飛ばしたため、何のことかさっぱりかもしれませんが、後ほどできる限り要約を、できたらします。一人のホモが現れる。おめえホモなのかよ。主人公はホモに作られた存在で、記憶などもホモに操作されたものだったのです。本物のホモはホモを利用して苦労せず聖域を開き、それを使うためにガディスも操っていたようです。レフィス姫をさらったノンケのホモを追いかけようとするも、先の戦いで疲弊しており倒れてしまう偽ホモ。ダルスたちは、奴を追いかけ聖域へ向かうとのこと。ホモもレムリアルを救うため再び立ち上がる。そして、アブロからレムリアルソードを受け取る。これは主人公最強の武器、一気に攻撃力がプラス30にアップ。
後のベッドでのセーブが最後の回復とセーブになります。なお、いつの間にかサリアは消え、ミデアに入れ替わっております。本来ならサリアはもっと前に離脱していたはずですからね。さて、イッツカラルド5を降りるとそこは聖域への入り口になります。ここからラストダンジョン、聖域。ここで出現する敵はベラボーに強いので骨は惜しまず使っていきます。ぬぅ、早速演歌したか。お願い逃がして。やったぜ。道中にある宝箱にはどれも貴重なアイテムが入っているので回収していきます。演歌早いって。まだ入り口なのに骨を4本も消耗しました。骨の数にも余裕はないので、ここの宝箱回収は装備系アイテム以外はカットした方がいいかもしれませんね。円環や骨運によっては回収した方が有利になるのですが、今回はあまりよろしくない感じですね。暴れるなよ、暴れるなよ。こんな弱そうなクラゲ円環で骨を4本も使ってしまいました。ここらの敵は見た目によらず、クッソ強い上に、栄翔魔法を使ってきます。3匹ぐらいが一斉に栄翔を始め、それを妨害できなかった場合、一瞬で PT が蒸発することでしょう。死に真似成功率も絶望的なので、骨に頼るしかなかったわけですが。こんな消耗ペースじゃ絶対足りねえな。あーん。アミュレットはホモに装備します。そしてこんなペースじゃボス前に戦闘が必須になるので、レムリアルソードも装備しときますか。運が良ければ一戦もせずにたどり着けるのに。ぐぬぬ。アークの鎧入手。これはホモ専用の最強装備。これがないとラスボスの攻撃で一瞬で沈みますぞ。3F に到着。間違えて 2F に戻った。改めて 3F、 ここを越えればあとは安全なエリアになります。エンカウント骨運が出れることをお祈りしておきましょう。命の玉入手。お願い見逃して。ダメか、骨2本までで。まだ道は続くのに、骨が残り2本になってしまいました。骨がなくなった場合、全力対処するしかないので、ロスもありますが、純粋に落ちる危険性すらあります。そしてこのパックンとの演歌で骨が底をつきました。ここからが本番ってわけですね。回復や戦闘の判断は慎重にしていきましょう。たなこの野郎、上等だ。ここで温存しておいたふぬけの粉を使います。これは敵全体攻防を大幅低下させるアイテム。これを使えば高いラスガンの敵でもゴミクズ同然の火力になるぞ。じわじわと叩き潰してやりましょう。ミデアさん、何してるんですかね。編集中動きを見直していましたが、なんでこんな変な挙動するんですかね、この人は。とりあえず端っこに待機してて、どうぞ。これで終わり。しかし、ふぬけの粉はもうない。一応、削られた仲間の回復をしてと、ひとまずOK。さあもう一息だ。太陽の指輪入手。これはミデア、ダルス専用、火力プラス27アップ。そしてここまで来るともう安全地帯です。聖域
6はエンカウントなし。そして、宝箱が4つ置いてあり、エリクサー、ポーション3個、スケ薬3個、ルーンマフラーを入手できます。ルーンマフラーはダルス、ミデア専用防具。指輪はダルスに与えたので、マフラーはミデアに装備させました。ラスボス戦では4人生きててもらわないと、ちょっと困るんでね。できる限り固めておきます。まあ、ハーマンだけは防具が初期装備ですが、削られたら回復、倒れてもすぐ起こしてやるから安心してくれ。この先がラスボスの部屋です。忘れず全回復しまして。と。回収、準備完了。それではラスボス部屋へ。行くぞ！最深部へ着くと、レフィス姫とホモが、この奥にいる化け物が夢を現実にする装置、レムリアルという世界を作り出した怪物。あっちのホモは世界に怪物を解き放ち、恐怖心で世界を一つにしようとしているらしい。ところが、この怪物ナイトメアはホモを食べてしまう。ホモは怪物を制御できていなかったようです。さあ始まりました。これが正真正銘の最終戦。聖域の化け物、ナイトメア戦です。中央の口元からビームを吐き出す本体と、上下の穴から無限に湧くインモンとの戦い。ラスボスの弱点は攻撃を吐き出す口。ここを殴ればいいのですが、攻撃を吐き出す位置のため、殴れるイコール射線軸であり、攻撃を食らうと一気に瀕死になります。また、口元を殴ろうとしているのに、インモンに殴られるとノックバックしてしまい、安定してダメージを与えられなかったりします。ただ、ガビス戦のようにうまく位置調整ができると、ご覧のように吐き出す弾に当たらず殴り続けることが可能。そして、仲間が生きていればミニオンのおとりになってくれるため、斧に近づいてきにくくなるのです。攻撃が痛いため、回復はこまめに。もう少しだけ頑張ってくれ。ダルスが攻撃に参加してる。仲間が攻撃する対象は指定できないのですが、偶然ナイトメアを殴ってくれると加速になるので、もっと攻撃してくれよダウン。ああ、ダルスがまた死んじゃった。この人でなし。あ、人間こっち死んな。あんた言わなくて吹かなかった。殴りの邪魔するなって、ほらアンチブレちゃったじゃないか。ハーネスも残ってるわけ。これ判断ミスると一瞬で落ちるぞ。もうちょっと、もうちょっとだけおとなしくしててくれよ。うん、新しいのが湧いてきやがった。おいダルス、いつまで寝てるんだ。起きて加勢するんだよ。おいだから人間邪魔すな。お、いいぞハーマン。回復してやるからその調子でおなしゃす。もう一発飛んできてる。うん、今の寝る判断遅れてたら避けれんかったぞ。位置調整がうまくいかぬ。おし、回復だ。入ってねえじゃねえか。ふざけんな。もう人間邪魔だ。ハーマンでもいい、殴ってくれ。あっ、
お疲れ様でした。これにてエンディングです。まずは完走した感想ですが、物語を8割も飛ばすと、ようやくしきれず、展開がはっきりわからないって、はっきりわかったんだね。ゲームバランスはかなり惜しく、基本はレベルを上げて物理で殴るゲーになります。レベル30までありますが、まず到達せず、レベル19も上げるとラスボスで負ける要素がなくなります。ボス戦で勝つか負けるかのハラハラ感を味わえるのは、おそらく RTA だけでしょう。普通プレイでは物足りなくなるのでは？また、RTA のやり答えとしては、バグなしルートはかなり不要に思えます。魔法に頼れず、死にマネや骨運を祈り、戦闘はスローペースかつかコンデ棒で叩くか、リズミカルに壁に叩きつける作業がずっと続きます。バグなしルートでは5、6時間かかるのでは？ストーリーやアイテム管理の仕方など、いいシステム部分もあっただけに本当に惜しいゲームでしたね。ただ、今回使用したバグは本当に偶然発見したため、もっと入念な調査をすれば、さらにショートカットできるポイントがある可能性がギレソン。どなたか調査して走ってみて、どうぞ。このゲームの動画や情報少なすぎー。ほとんど自力調査で、最後まで細かくメモして、検証しつつのチャート作りが必要でしたからね。ま、そのチャートもバグを見つけたせいで、8割無意味になりましたが、本チャートにも応用できたので、全部無駄にならなかったのだけが救いです。さて、そろそろ計測終了です。計測終了点は、Gエンドの最後の文字が表示された瞬間としました。ここで計測終了。2時間20分8秒。2時間半切れたので満足。これにて、ラディア戦記黎明編の RTA を終わりにします。長時間のご視聴、ありがとうございました。